さあこれから経済危機とと冷戦の終結にに向けてて一緒に勉強しいいいきたいと思います今回の授業ではまず世界的に迎えた経済危機一体何が原因で欧米諸国はここまで苦しむことになったのかそしてその経済危機から迎えた冷戦の終結そして冷戦が終わってもなお欧米諸国が抱えていたトラブル それらについて今回大きなお話をしていきたいと思いますさあ皆さんまずはこの一個前の章を思い出してみましょう一個前の章ではアジア諸地域の紛争というのを勉強してきました第二次世界大戦後欧米諸国の支配から脱却し独立を達成していくアジアの国々ですしかしながら アジアの国々は欧米諸国の植民地時代に民族や宗教宗派関係なく国境線を引かれてしまったところもありましたそのため第二次世界大戦後のアジアというのは宗教宗派そして民族対立に悩まされることになり前回の章でアジアのさまざまな地域の紛争というのを見ていきましたそしてこのアジアで起こった紛争というのは実は 欧米諸国にも大ダメージを当てたんですそれが中東戦争の時に起きた第一次石油危機そしてイラン革命の時に起きた第二次石油危機欧米諸国は1970年代に2回にわたって石油危機に直面してしまったんですその経済的に苦しむ欧米諸国が一体その後どのように動いていくのかです まず第1回目の授業では文字通り世界的な経済危機について見ていきます欧米諸国を苦しめた石油危機に対してアメリカをはじめとするヨーロッパの国々がどのように乗り越えていこうとしたのかまずはこちらについて注目していただきますそしてさらに石油危機で大ダメージを受けたアメリカ合衆国が どのように経済を立て直そうとしたのかニクソン大統領そしてカーター大統領レーガン大統領アメリカはこの三人の大統領を取ってこの危機に対処する方法というのを見ていきますそしてこの世界的に迎えた経済危機によってなんと最終的に冷戦が終わりを迎えます国内の経済がもうだいぶ厳しい お金がないんですそんな中新しくミサイルを作ったり軍備を拡張したりするのはもう苦しいアメリカ合衆国はここでだいぶ苦しんでますそして同時期にソ連も今までの動きとはちょっと違ったアメリカや他のヨーロッパに歩み寄るような政策を取っていきますゴルバチョフ書記長という人物 そのゴルバチョフ書記長が取った行動にスポットライトを当てていきながらいよいよ迎える冷戦の終結というものを見ていきたいと思います面白い話ですねアメリカとソ連の対立はお互い経済危機を迎えたことでこれ以上も続けることはできないそこから冷戦の終結に至ったというわけですそして冷戦が終わったんですけれども 経済的な危機はまだまだ続いていました要は他の国々お金がないんですそのため第3回目以降の授業では欧米諸国が見せた新しい新たな動きというのを見ていきます冷戦の終結そして経済危機に直面した欧米諸国が どういうい歩みを見せてくれるのかまず第3回目の授業ではソ連がいよいいよよ崩壊していきますそしてソ連の崩壊に連動する形で同時期に東ヨーロッパの国々の民主化が進んでいく共産党の一党独裁が終わって民主的な政治に変わっていく。 ソ連が崩壊した後どうなるのか東ヨーロッパの国々の民主化がどのように進展していくのか有名な国にスポットライトを当てて見ていきますしかし民主化が進むことと経済が回復することは話は別ですよねそのためソ連が崩れ東欧の民主化が進むんですが 経済的に苦しい状況はまだまだ続いていくそれが第3回目の授業ですそして第4回目の授業ではアメリカの動きを見ていきます冷戦が終わってもなお財政難に苦しむアメリカですしかしそのアメリカは20世紀末に劇的な回復を見せました落ち込んだ経済が一気にぐわっと 復活したんですね実はこのアメリカクリントン大統領という人物を勉強するんですがそのクリントン政権下で起きた IT 革命現在でこそ我々がコンピュータや携帯電話とかインターネットを使ってますよねそれがこの第四回目の時期にようやく登場しますそして アメリカ合衆国はその IT を使って経済回復に成功したというわけですそして第5回目の授業では西ヨーロッパの国々を見ていきますもともとアメリカに比べて経済的には弱い西ヨーロッパの国々この西ヨーロッパの国々が世界的な経済危機にどのように直面していったのか。 特に西ヨーロッパって大きくくくってますけど大き,に大きくスポットライトを当てるのはイギリスです。イギリスにサッチャーという首相が出てくるんですがそのサッチャーが経済を立て直すための改革を実施そのサッチャーの改革がいかなるものなのかを注目していくとともにヨーロッパは一つでは一つの国ではありません。しかしかながら たくさんの国がある中で経済的にはみんなで手を取り合って仲良く協調していこうそういうヨーロッパ統合の動きが第5回目で完成します EU という組織ですヨーロッパはみんなで経済的に協力するんだその EU が発足していく中でも EU が抱える問題というのが残ってるんですねこの問題は一体何なのか第5回目の授業で見ていきます さあこのようにアジア諸地域で起きた紛争がまさかまさか欧米諸国の経済危機を招きますその経済危機は冷戦の終結へとつながるとともにアメリカソ連他のヨーロッパの国々の経済体制を大きく変えていくことになります今回の授業では合計5回を通して経済危機と 冷戦の終結を一緒に勉強していきたいと思います。